チャールズ・アンダーソンチャールズ・ジョン・アンダーソンは、スウェーデン生まれの冒険家、狩猟家、アマチュア博物学者である。ナミビアなど南部アフリカの旅行記などを残した。スウェーデンのベルムランド地方に生まれた。父親は、イギリスの狩猟からウェリン・ロイドで、スウェーデン人の召使いとの子である。スウェーデンで育ち、父親の狩猟に同行し、スウェーデンの自然を学び、生物標本を集めた。 1847年にルンド大学に入学した。1849年に標本を売って世界を探検するための資金を得るためにロンドンに渡った。ロンドンで冒険家のフランシス・ゴルトンと出会った。二人は南部アフリカの探検を行った。1850年の夏、希望峰に渡り現在のナミビアを探検した。少し前に、 デイビッド・リビングストンらが発見したウガミコを探したが見つけることができなかった。ゴルトンがロンドンに戻った後もアンダーソンのはまり、ウガミコの創作を続け、1853年に到達した。1855年にロンドンに戻り、レイ君ガミーを出版し、その年のうちに再びアフリカに戻った。ロンドンではアフリカ大陸南西部における探検の功績に対して、 王立地理学会から金メダルを贈られた。しばらく鉱山のマネージャーとして雇われた後、探検を再開し、1859年にオカバンを川に達し、この探検の記録はザ・オカバンゴリバーとして出版された。しばしば資金に給し、出版費用などを借りなければならなかった。1867年に自分の商売の交渉のために、 アンゴラのポルトガル人居留地を目指すが、クネネ川を渡ることができず、引き返す途中で没した。父親によって、アンダーソンの記録から、ノーツオブトラベルインサウスウェスタン・アフリカが出版された。書簡集、ありがとうございます。